こんにちは、りょうたです。どうも、テリトヒナです。いつも高評価ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。今回はですね、ちょっと皆さんにご報告というかお知らせがあってこのビデオを撮っています。はい。今回このチャンネルでメンバーシップを始めさせていただくことになりました。今回のビデオではですね、なんで始めるかと、どういう特典があるか、その2つについて簡単にお話したいと思います。今回のビデオのサムネイルにもある通り、ちょっとね、YouTube が最近難しすぎる問題っていうのがありまして。そうですね、まあ、これは僕一人の問題というか、なんか多くの YouTuber が再生数が落ちたとか、いろいろちょっと苦戦してるらしいんですけども、例えば僕らのビデオを見てくださってる方だったら、他の YouTuber の、ビデオとかも見てる人多いと思うんですけども、いつも見てる YouTuber の人が更新をやめるっていうケース結構あると思うんですよね。まあ、僕も結構 YouTube、自分でも見るんですけども、僕が YouTube 見るときってホーム画面でおすすめしてきたものを見るというよりも、なんか登録チャンネルっていうボタンがあって、その登録チャンネルっていうのを押したら自分が登録してるチャンネルがフィードで見ることができるんですけど、それで見ることが多いんですが、なんかいつも見てたのに最近チャンネル動画上がってへんなと思って、チャンネル名検索したりとかですね、クリックして見てみたら2週間動画が上がってないとか、1ヶ月動画が上がってないとか、結構そういうことってあるんですよね。まあ、僕のチャンネルのケースでいうと、今のところ幸いにですね、木曜日と、土曜日と、もう2、3ヶ月ぐらい、コンスタントにずっと上げ続けられてると思うんですが、このチャンネルってなんか100万回再生がいったりとか、チャンネル登録者が100万人になったりとか、なんか自分で言うのもないけど、そういうチャンネルではないような気がするね。そうですね、うん、確かに。まあ、これはみんながみんなそうじゃないんですけど、 YouTube のシステム上やっぱりネガティブなものとかさ、そういうものの方が再生されやすいっていうのが、おすすめに出やすいっていうのがあって、うん、まあ、例えば芸能人の不倫とか、セレブリティのスキャンダルとか、チーティングとか、ディスカイの不正義とか、超トップですね。そうとか、まあ、誰かアホな人がなんかアホなことやって炎上したとか、なんかそういうなんかセンセーショナルな出来事の方がやっぱ再生数取りやすいっていうのが YouTube のシステム上どうしてもありまして、芸能人の不倫とかスキャンダルとかってやっぱ気になるっていうのは人間の本能やから、インスティクトだから、なんかそれとかがいっぱいこの世の中にさ、いっぱいあるのにさ、このチャンネルを見てくださってるってすごいことだ。すごいですね。時間は有限やのに、ほんまに改めてありがとうございます。ありがとうございました。まあ、このチャンネル見ていただけたら分かるように、このチャンネルって全然なんかそういうドラマチックでもないし、エロくもないし、全然なんかほんまによう見てくださってるなって思うんですけど、皆さん、ただやっぱり YouTube で再生数とかですね、チャンネル登録者が欲しいってなったらですね、どうしてもそういうようなタイトルとか、そういうのをつけないといけないっていうのがありまして、まあ、僕らとしては普段のこのライフスタイルみたいなのを発信しているの で、極力なんかあんまりネガティブなタイトルとかつけたくないし、嘘になっちゃうし、そんなになんかネガティブなことそんなしょっちゅうしょっちゅうないしな。まあ、ちょっと長くなりましたが、めちゃくちゃ端的に言いますと、まあ、これからも、こういう普段の日常みたいなね、オリジナリティのあるもの、あんまり再生されなくてもオリジナリティがあるものを作っていきたいのと、まあ、あとは、ずっとですね、更新を止めずに続けていくために、まあ、皆さんに協力していただければ本当にありがたいです。これが一つ目の理由ですね。そうだな、パパ。そしてもう一つは、もう一つメンバーシップを始める理由なんですけども、これはまあ僕というか若干妻がやりたいことになってくるんですが、まあ、僕ら、去年の4、5、6と日本に行って、ほんまやったらね、チャンネル登録してくれてる人とか、いつもコメントしてくれてる人とか、たりとかな、したかったよな。そうそうそう、したかった。あって、まあ、一緒にカラオケ行ったりとか、わかんないですけど、それが欲しいな。視聴者の人がもうそういうのを望んでるんだったらやりたいっていうのは結構ずっと言ってたんですよね。はいはいはい。ただまあ僕、まあ、その時はね、結構まだ日本もコロナがまだ結構猛威を振るってたんで、まあ、そういう面でも難しいっていうのもあったし、確かに、まあ、あとは僕ら事務所とかにエージェントとか通してないフリーの YouTuber なんで、やっぱそういうセキュリティ面とかそういうのを考えたらなかなか難しいっていうのがあったんですけども、まあ、このメンバーシップを始めることによって交流っていうのもやりやすくなるのかなっていうのがもう一つの理由です。なので、まあ、僕らがまた今度日本に行くときですね、まあ、今年になるか来年になるか、今年欲しいな。ずっと言ってるな、それ。明日のこと笑ったらいいな、明日。まあ、日向が大きくなってからでしょうけども、分からないですけど、まあ、行った時にもし会いたいって言ってくれてる方がいれば、ぜひぜひメンバーの方を優先的に告知させてもらったりとか、枠を取らせてもらったらなというふうに思っています。じゃあ続きまして、メンバーシップでどういう内容があるかって、特典があるかっていうことについて簡単にお話したいんですけども、3つレベルを作らせてもらいました。
一番最初の、メンバーがですね、ヒンカリメンバーという名前にさせてもらって、まあ、ヒンカリっていうのはジョージアの郷土料理なんですけども、うん、これが月額290円ですね、うん、まあ、得られる特典としましてはコメントの優先返信とか、あとはあのコメントした時にあのメンバーのバッジっていうのがつきます。まあ、これは一番軽い値段設定になっているので、まあ、僕らに毎月、まあ、コーヒーかお茶でも飲んでーなみたいな、うん、そういうあの気持ちで支援してくださっている方はぜひぜひインカリメンバーに、登録してもらえればありがたいです。ありがたいです。まあ、でも言うてもね、300円って言っても、まあ、俺らのさ再生って、うん、例えば1000回再生されたら200円とか、まあ、よくて300円とか、まあ、それぐらいの広告費なんですね。これちょっと言っていいか分かんないですけど、このメンバーになっていただくことによってあの一人の力で前回再生されたのと同じレベルになるということで、そうですね、うん、まあ、そういう面では、ちょっと応援してみようかなって思う方はぜひぜひヒンカリメンバーになっていただけるとありがたいです。続きましてはですね、はい、ハチャプリメンバーというのを作らせてもらったんですけど、ハチャプリもあのジョージアの郷土料理でこんな料理です。もうやだこのハチャプリメンバーっていうのは月額1000円で、さっき言ったコメントの優先返信、これももちろんつきます。そしてね、今まで大体月に1回ぐらい、ライブ配信をやってると思うんですけども、これからちょっとライブ配信は基本的にはアーカイブに残さない形で、うん、このメンバーの人、特に、このハチャプリ会員以上になってくれた人だけがこう見逃し配信ができるっていう形にしていこうかなというふうに思っています。まあ、僕もね、日本から離れて住んでもう10年ぐらいになる、10年以上か、10年以上、10年くらい、あの日本で働いてないし日本に住んでないんで、まあ、結構ねコメントでちょくちょく指摘されるんですけど、日本の常識っていうのがないから、 I don't have common sense in Japan だから逆にライブ配信ってちょっと怖いんですよ。あのそういうフィルターかけれないんで、そうです、まあ、だからまあそういう意味も込めてちょっとライブは、これからは申し訳ないですけどメンバーの、限定、見逃した方はメンバー限定で見れるっていうような仕様にさせていただきたいと思います。それが、できるのがこのハチャプリ会員です。まあ、あとはさっき言ったように、メンバー限定のイベントとかですね、まあ、これはオンラインオフライン問わずですけども、まあ、ちょっとやりたいなというふうに考えてますんで、このハチャプリメンバーになっていただいた方からそういうイベントの告知とか枠をですね優先的に取らせていただきたいというふうに思っていますそして、一番上位のクラスがですね、シュクメルリ会員といいましてこれが月額2990円のプランになるんですけども、もちろんコメントの優先配信、ライブ配信の見逃し視聴もできます。そして、メンバー限定の投稿も見れるので、そういうイベントとかにいち早く、反応とか告知とか、枠を取らせていただきます。そしてですね、このシュクメルリ会員に関しては、まあ、メンバー限定の、ライブ配信っていうのを、見れるように特典をつけようかなと思ってまして、うん、まあ、これはもうほんまになんか普段話してる YouTube に関して話してること、うん、まあ、なんかこういう動画撮ろうかとか、これがいいんちゃうとか、うん、まあ、そういうなんかストラテジーみたいな戦略会議みたいなのを、まあ、覗き見できる、まあ、言ったら YouTube の裏側を、覗き見できる会員になってます。そしてもちろんライブなのでそこにコメントしていただいて、まあ、こういう動画の方がいいんじゃないかとか、まあ、サムネとかこういうのが、今流行ってるよとか、うん、まあ、もちろんそういうアドバイスいただけたらめちゃくちゃ僕らも嬉しいです。うん、はい、嬉しいになるよ。ですので、まあ、もうこれはもうほぼ値段的にも会社の株式みたいなイメージですね、うん、なので、まあ、このチャンネルメンバーというかもう経営に携わってもらうような濃いメンバーの人になります。まあ、そういうですね経営のメンバーということで、何か、逆にですね僕らからなんかベネフィットをちょっとでもないかなというふうに考えたときに、まあ、もしですよこのチャンネルが年内に今年の12月末ですねまでに10万人チャンネル登録者がいたら、このメンバーの人にはアマゾンギフト券で、うん、まあ、気持ちいい程度ですけども1万円送らせていただこうかなと思ってます。あ、これはすごいになるな、うん、なんかない、For example, some like your favorite band とか、うん、アーティストとか、うん、You loved like before they became famous もちろん、うん、とかあれやろ、うんうん、なんかその時さ I knew it him とか I knew it とかって思われるなんかそんな感じに思ってもらえる人がいたらいいなと思ってまあ僕らがこれだけどれだけこれからねどれだけ大きくなるかわかんないですけど、まあそうなった時にこの2人ね、てれちゃんと、まあ、僕と、まあ、このファミリー、ひなたも含めたファミリー前から知っとったでとかこの時から応援してるでってちょっと子さんぶっていただけるそういうようなプランになっていますっていう感じで、この3つのプランですね、ヒンカリプラン、ハチャプリプラン、シュクメルリプラン
という3つのプランになってますので、どうかぜひぜひ私たちを応援していただけるという方はぜひ検討してみてください。ファンと会うのはほんまに楽しみですよ、ね、そして、うん、彼らと一緒になんか多分カラオケも行きたいとか、彼らのために日本の料理も作りたいとか、うんうんうん、いっぱいプランがありますよまあできたらいいな、ほんまに。できたらいいな、うん、まあ、日本のコロナが落ち着いてるかと、まあ、俺らがいつ日本に行けるかっていう、はい、まあ、それも逆に言ったら YouTube にかかってるところはあるから、うん、もちろんやっぱ日本までの航空券ってね、1人やっぱり往復で15万円以上かかってくるんで、うんうん、ここジョージアから結構遠いんでね。そうですね、まあ、ちょっと YouTube を頑張って早めに日本に行って、で日本での動画、日本での生活の様子っていうのも皆さんにぜひぜひお見せできたらなというふうに思います。楽しみ。それでまあこれも前からちょっと妻のチャンネルでは言ってるかもしれないんですけど、今度行くときは妻の家族ですね、まあ、できたらお母さんと、うん、まあお姉ちゃん2人な、ほんまやったらみんなで行けたら一番いいけど、みんなで行けたら一番いいけど、うん、めちゃくちゃこれはやばい面白いことにはなると思うんですけど、うん、まあ少なくとも誰かお母さんとか、ナノとか、うん、まあタメナとかね、うん、誰か1人ぐらい、一緒に連れて行けたらなというふうに思ってますんで、まあ、そのあたりもですね、応援していただけるという方がいたらぜひぜひ検討よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで、今日のビデオはここまでです。いつも動画を見てくださってありがとうございます。ありがとうございました。普段の様子はツイッターでつぶやいておりますので、よかったらフォローのほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは改めまして動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。